来た。お、なんか来た。来たよ、手紙が。これは修行なのでも。さあ修行か。はい、確かに。さあ今からか。いや、何果たし何言った、何月何日にこ、あ、わ、なんかロゴチェックだ。あ、次のあれじゃん。あ、必須法の世界大会みたいなもんか。今月末までにドラちゃんをいい感じに仕上げとかないと。ざっくりとしてんな。なんかね、指示がな、いい感じにお願いしますみたいな。わかる。だって美容院とか言っていい感じっつったってわかんないかな。でも言っちゃうんだよな、わかんねえから。してもらう側は、あ、言っちゃう。美容院でいい感じにお願いしますって。なんかいい感じに適当にお願いしますって。あの、一番ダメだわ、もうわからんもんだって。どうにわからん、難しい。おい、なんだよ、美容院の美容室の回しもんなんか、なんか。はい、行きましょう。しかも2000ももらえるじゃん、次。そうだよ、やばいじゃん、もうそんな金持ちになっちまう。そしたら普通に2000円で修行いけるやんね。ほんとだよ、別に安く ならなくたっていけるわけよ。確かに、もううちには金あるんだから。なんかね、金があったら急に行き。金ならあるんやね。確かに、すべてを解決していく、そのものの中でゴールドならあるんやで。どうするんねこれ、ここだけ切り抜かれてた。ラビーの大事なもの、それはてんてんてん、やめやめて。違う、そうわかんない、わかんない、ラビーわかんない。誰、その赤ちゃんみたいな。誰急に。やめて、なんかツッコミが弱くてしんどいわ。あ、ごめん、もっと強めに行くわ。もっともっと殴って、今のただの痛い人になっちゃうから。ごめん、だってちょっと痛かった。